井上尚弥 VS ヘッジマンボーンゴーキャットジム。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦がまもなく始まります。レフィー立ち会い人です。さあ WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチが始まりました。チャンピオン井上尚弥、緑球3位村田亮太選手です。お三方どうぞよろしくお願いいたします。井上尚弥のまず第1ラウンドどういったところに注目されたか。これはもう1ラウンドの立ち上がりはやっぱり大事ですからね、はい。そして川島さんはよく相手を見てますよね。ボディが入りました。この左のジャブガードを固めてワンツーを放っていきました。チャンピオンの井上尚弥です。まあ、なんといってもですね、ここ3年間負けなし16連勝中という強敵ですからね、うん、非常に勢いありますね。このスーパーフライ級戦線ですけれども、今、この村田選手、村田選手からご覧になってもですね、そうですね、で、まあ、軽量級ならではの、はい、スピード感と尚弥にしか出せない、まずは左右のボディからそして離れていきました。左のジャブを放っていきます。まず立ち上がりの動きとしてはから、これ最高のコンディションで臨んでると思いますね、はい。これジャブからのボディ、まずは左のジャブを落ち着いて放っていきます。しっかりと集中した相手を見せるようになっていきました。井上尚弥です。今回神奈川県はここを帰っていくことになりました。そして3度目の防衛戦を迎えています。手数負けじと返していきます。チャレンジャーのヘッジマンボーンゴーキャットチームです。左右のボディ左低いチャレンジャーのペチバンボーンです。左のアッパーを放っていきました。飛び込んでの開けた、さあコンビネーション、この第1ラウンド終了の表紙を切って、それでは両者の対戦はこの3年間は重賞、今波に乗っている右ボクサータイプです。まず第1ラウンドに川島さんいかがでしたでしょうか。まあいろいろ試しているなという印象を受けたりとかして、相手のパンチ力です、ね、まず井上尚弥の第1ラウンドは村田さんの印象としてはどうですか。まあ、大人の1ラウンドを過ごしたって感じでしたね。様子を見て、前回の2度目の防衛戦では川島さん、はい、第2ラウンドでですね、はい、拳を痛めてしまってですね、そうなんですね、しっかり例えばボディとか顔面でもですね、頭を打たないような、はい、そういうしっかり確かめた打ち方になっています。吉健さん、はい、まあ、井上尚弥というのは試合中に出していましたね。そうですね、はい、あそこら辺はまさに執念というものは井上家の血なのか。前回の最終12ラウンドダウン劇を語っています。ナイスアッパーですね。さあ相手が向かってくるところにチャンピオンサイドですけれども、井上慎吾トレーナーからですね、相手の打ち終わりをしっかり狙っていくので、ジャブの打ち終わりですよね。アッパーしっかり狙ってましたね、はい、またこの左ジャブですよね、上がっていきました。チャンピオンの井上左フックを放っていく。さあこの左フック何でも当たっています。この日井上尚弥の動きですけれども、ちょっと攻められているシーンがありますが、ここはガードを固めています。パンチの威力どうですか。序盤ですけれども、パンチ力ありますね。逆に村田さんからご覧になってペチバンボーンという選手はどういうふうに映ってますか。ガードをしっかりしていて、井上選手に対する対策をしっかり、重たいボディも入れながら、そしてアッパーを放っていきます。チャンピオンの井上尚弥、コンビネーションも上下に散らしていこうという感じで、はい、相手が前に出てきたら強打のパンチを浴びせていこうというのが井上陣です。それまではシャープにパンチを打っていこうという井上尚弥、左のジャブをちょこんと当ててワンツー、左ボディ効果的に上下にパンチを打ち上げていく。まずは第2ラウンドですが、スウェーですかね、はい、打った後も必ず避けるとうまいボクシングしてますよね、まあ、井上尚弥も今日はですね、具志堅さんの持つ世界タイトルの13回連続防衛の力は大いに持ってますよ、はいはい、今日のボクシング見たらね、実にうまいですよ。このラウンドですが、距離を取りながら、そして左のジャブを上下に打ち込んでいくプレーしながら相手のパンチをかわしていきます。今日はですね、もちろんそのディフェンス攻撃もちろんいいんですけども、このジャブですよね、はい、いいと思いましたね。ミガパー、迎撃のミガパー、いや、左フックを放っていきます。タイミング、村田さん、見事なタイミングですよね。もう天才としてが異様のないようなタイミングで打ちます。しっかりとヘッジマンボーンを捉えています。チャンピオンの井上尚弥です。左フックを結構強振してますよね、いい左、しかし押し込みながらも力いっぱいのパンチを返してくるのがヘッジマンボーンです。右を放っていきました。ヘッジマンボーン早く締まって手を出してきますね、はい、そこら辺は僕が16連勝中、実戦のキャリア大きく勝ち越しているという正式のタイトルも掴み取っています、うん、さあコンビネーション、まあ、しかし具志堅さん、はい、今具志堅さんからもそのキーワード出ましたけれども、うん、自分は気持ちが一番強いんだと、井上と自分とではやはり気持ちでは自分の方が勝った、
鈴木さん、はい、どうぞ。そのチャレンジャーサイドはとにかくガードだけは絶対、ガードに関する指示だけは非常に厳しくセコンドから飛んでいます。なるほど、そのガードの硬さというところはセコンド陣をかなり意識しているそうですね。まあ、一発もらったら終わってしまうという、その感触を警戒しているペッチマンボールですが、左ジャブいいですね、左ジャブからの右ボディ、先ほどは入りました。今のバンテージの巻き方を工夫しまして、うん、厚みにあって拳全体をかぶって、この声援もしっかりと耳に届いているはずです。井上尚弥、ここら辺のフットワークスイッチしてますけれども、はい、非常に余裕ですよね。さあ右の左のボディを放っていきます。いや、好印象を持っているのが伺えます。さあ左のジャブから今度はフットワークで、上がりませんからかなりイラつくんじゃないですか。これはもう自信がないとできないことなんですよ、ボクシングにね、スイッチするチャレンジャーのペチバンボーンです。しかしここに左のジャブを見舞っていくチャンピオンの MJ のペチバンボーンです。クロスの右を、このかぶせるような右のフックです。井上の想定通りにはここまで来てるんでしょうか、どうでしょう。来てると思いますね、もうちょっとスピードが違いますので、はい、動けばやっぱ相手も強いに来れないですね。なんといっても KO 率しかも 80% を取る井上尚弥です。しかし気持ちの強さは非常にやはり、そして頭を沈めて、あとここで左ジャブ放って最後のサリがボディ、頭を沈めて左、ちょっと何か気になったんですかね、ちょっとローブローのアピールしたんじゃないですかね。しかし相手は手を止めません。ここで先ほどお返しと言わんばかりに硬い拳が左ロック、右ストレートを放っていく、左ロック、右ストレートワンツーボディを放っていきました。このコンビネーションに対してガードを固めて左のボディ、左右のボディを放っていきます。しかし村田さん、これも相当効いてると思いますよ。そして川島さん、今しらっと見られましたけども、はい、内側の方で意識しているそうなんですけどね、はい、ガードはいいですよ非常にね、はい、ただこのチャレンジャーね、非常に気持ちが強くて、右のボディを放していきます。おっと右を返してきました、ペチバンボーンです。さすがは下の上の応援はなるか、ナイスジャブだ、左のジャブから右、ジャブがいいですね。ここは左のジャブです。このラウンドですが、川島さん、はい、井上がガードをほどいたところ、これロールアピールしたということですけど、そこから連打を浴びせてきたチャレンジャーですね、はいはい、でもやっぱりくっつくよりもジャブを使った距離を取った方がいいというふうに考えたコートに井上尚弥、しかしコーナーに追い込まれました。ボディを放っていきます、チャレンジャーのヘチマンボーンです。さあ左右のボディを放っていきました、ね、連打を浴びせてくるという傾向にありますけれども、はい、まあガードでちょっとこう避ける仕草を見せたらですね、そして左のジャブを放っていく、ワンツーを放っていきました井上尚弥です。チャレンジャーのペチバンボーンです。頭をつけてきます。あとちょっと右が数がちょっと、ちょっと僕も気になるんですか、ね、そうですか。あ、ここでラッシュをかけていこうとしましたペチバンボーンです。 あるのかなと、はい、左のボディを見てますね、左のボディです。大丈夫ですね、上にパンチを浴びせて、その後に左の右フックを放っている、右フックだ、右フックを何度になっていく、うなずいたペチバンボーン。西健さん、はい、あれだけのフックを浴びても倒れないチャレンジャー、タフですね井上尚弥です。そしてこの表紙に上がると、さらに距離を詰めてラッシュをかけていこうというところ、今お互いの腕が交錯する形になりました。今後を託しました。その右ですね、右のストレート系を打ってないんですね、はい、ついた時に右のフックは打ってたんですけど、もしかしたらストレートの時にあのパンチですよね。そうですね、くっついた時にフックアッパーなんですね、はい、ナックルのは大丈夫だけど、もしかしたらあのハプニングもですね、次々と乗り越えてきた井上尚弥ですけど、まあ、確かにこのラウンドもですね、左手一本で戦っているようにも見えますよね。まあ、途中で右も出してわからないようなボクシングをしてますよね、はい、右同じバッター出しますからね、ですからやはり効果的な右を出していきました。しっかりとリービングでかわして、そして右に動いていきます。チャンピオンの井上ガードを固めていきます。さて、具志堅さん、はい、拳をね、はい、痛めてるっていうことだったら、試合中は痛いんですよ、パンチ出すときは。だから、痛めた場合は、はい、だけど今日のコンディションにだったら倒せるような気がしますけどね。チャンピオンの井上尚弥です。あ、そうですか。まあ、戦略上の問題なのかもしれませんが、川島さん、はい、そしてまた右に下げてきてるんですよね。この左でですね、相手寄せつけないですよね、このジャブ1本でですね、まあ、
これまでしかも井上尚弥はフルで相手を打ち抜いて強く打ってないですよね、さあ足でさばいていきます。この右のストレートをねじ込んでいきました。チャンピオンの井上尚弥です。ジムですけれども、まあ、かつて井上尚弥が WBC 世界ライトフライ級チャンピオン時代に初防衛戦の相手で挑んだサマートリックゴーキャットジム、まあ、仲間を思う気持ち、それがもしかしたらこの気持ちの強さに具志堅さん、はい、青コーナーチャレンジャーサイド森アナウンサーのリポートではありますが、川島さん、しかし絶えず距離を潰していこうという、あとこういったところを狙っていきます。チャンスと見りゃ来ますから、ガード、ディフェンスというところが課題なんだというふうに話をしていた井上尚弥です。さあ、相手がそうすると言いますから、はい、本当にその通りですね、このジャンプは。そして相手ね、はい、手本ですよ、はい、左のジャンプを放っていきます。ジャンプの相手に3度目の防衛戦に臨んでいる井上尚弥、さあアッパーから、そして相手をよく見ています。そして左のジャブ、足を使いながら放っていく井上尚弥です。もう全力で打てないという状態ですと、これは一つ武器を失いとしてはどうなんでしょうか。ガードが硬い、硬いですからね、押してくるチャンピオン、かなりやりにくさもあるので、まあ、ジャブでもこれだけ見せる、うまさをここザマの地でホームで見せている世界チャンピオンの井上尚弥。やはり村田さんの見た通りといいますか、村田さん、はい、そういった中でのこの、したら隙もできますので、はい、鈴木さん、はい、どうぞ。チャレンジャーサイド改めて話を聞いたんですけど、チャレンジャーサイド森アナウンサーのリポート、まあチャレンジャーはね、左のジャブを放っていきます。いや、前回の試合は12ラウンドを両拳を痛めながらも経験しましたという話をしています。さあ、ここでまとめていきます。コンパクトにコンビネーションを打ち込んでのストレートを放っていきました。後ろに下がった別番号に対して詰めていく、35秒というところになっています。さあ、ロープを背負わせるか、圧倒しますね、圧倒していません。チャレンジャーの別番号ですが、エドが次々と手数を出していきます。おー、来た、効いてる、少し寄られた、少し寄られた、チャレンジャー、ここでノックアウトをどうか、右ストレート、オールドレート、立ち上がることはできないか、すごい、聞こえた、相手の心をへし折ると、ちょっとね、やっぱプロですからね、お客さんが見てるということでね、はい、KO にこだわった、こだわったってところは非常に、もう聞いてますもんね。右のストレート、村田さん、はい、いかがでしたでしょうか。いや、素晴らしい右でした、何が素晴らしかったっていうと、見事3度目の防衛に成功しました2戦ぶりの KO 勝利の井上尚弥です。まあ、お父さんの井上慎吾トレーナーの話をしていましたが、尚弥は走り